はい、松江錦鯉センターさんのこれ三毛、31センチです。お願いします。はい、この三毛初バラの子になります。今までやったことのない親で今年初めての搭載になります。まあ、メスは酒井さんのメスで、オスに玉浦さんのオスをかけて作った初年度の子になりますね。非常にあの大きな墨が出るタチの魚で、最初はまあゴツゴツと赤三毛のような雰囲気の魚が多いんですけど、大きくなるにつれて次第にこう墨が縮んで剥げて、いい雰囲気にまとまってくる、ちょっと黒男好みというか奥手の魚ですね。はい、うん、伸ばして初めて絵になってくるような感じですね。最初はもう墨でこう繋がってるような雰囲気でしたよ。はい、幅もしっかりあるといいですね。そうですね、しっかり太鼓もしっかりあって、肉の入りもしっかりしてます。そういう感じですね。はい、いいですね。はい、丸線から始まり、墨も結構強い墨が出てますから、大きい墨で ね、あのいい墨が出てますね。まあ、初めてなんでまだどんな風に変化していくか自分たちも楽しみなんですけど、まあ、ぜひ皆さんも池にも一匹泳がしていただきたいと思います。はい、手に重たい感じがしますが、こう大きくなってくると横の切れ込みが見えて、そうですね、はい、ちょうどバランスが良くなりそうですね。はい、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。